きいね、さっきの趣味で。この人は、の肝入りで、その、筋の方が。佐藤さん、がっつり踏んでるよ。縦割りというのは非常に悪いから、あ、ここにもあります。あの地形的にあのいいところなんですね。これはそうですよね。やっぱり日当たり、日当たりがいいところですね。玉川浄水場にあった。いや、やっぱり自然の花ってのはいいね。持ってる人いたな。銀杏2種類ありますけど、ササバ、ササバってちょっと覗いてますね、そこにですね。こっちはまだ、こっちはまだみたいな。銀杏の方ですか、これ。これ銀杏の方だ。葉っぱの付き方とは同じ？葉っぱが何の付き方は付き方は同じです。あっちの方がいっぱいあったけど、大きいからかな。若干違う。いろんな途中の養分をいろんなものからもらって天領草、生きてる植物。腐葉土の中にいっぱいこの辺。このまんまあれなのかな。ブルーグレーっていうか、ね。いや見事。こんなに咲いてる。あ、でもまだ残ってる。すごいでかい。見てよ、ここ。ん？ここに何がある？ここも、あの、銀だ。これも、銀だ？ええ。あ、銀だ。結構かっこいい。これがない。川口の形が黒がある。あの感じ。中に葉っぱがふっくらしてるよね。風がふっとくると匂う。広田さんの奥さんが匂ってきたって言ったもん。テルピン臭がある。うん。でも美味しそうなやつだもんね。で、消化が弱い中毒。弱い中毒ってどういうんだ。私も一回一晩中美味しいものはちょっと中毒。
った？みんなも見ちゃう。